増野山大我は、千葉県印ン郡栄町出身で、千賀の裏部屋所属の元大相撲力士。本名は、加藤大春、愛称はとも。身長179センチメートル、体重173キログラム、血液型は、大型。得意種は、突き押しであり、他にすくい投げも、得意とする。最高位は、西前頭4枚目。実定は、道部屋の床山、床線。 フィリピン色色紙で生まれ、生後一年足らずで、千葉県に転居した。親が相撲観戦を趣味としていた影響で幼少期から力士を志し、小学2年生の頃に町の大会で優勝してから嬉しくなって相撲を習いたいと思うようになった。栄町立安職大小学校3年から成田市相撲クラブで相撲を始めた。入事期より、 母親から力士としての伸び台を期待されていたようであり、自分が飲んでいたミルクはアメリカ製の良いミルクであり、弟のは普通のミルクだったという。小学校時代に遠藤清大と対戦したことがある。相撲の他に卓球も経験している。柏市立と水江中学校に進学するも、そこには相撲部がなかったため、流れ山南高校などへで稽古に行き、 ワンパク相撲三3位をはじめ、アマチュア大会で全国大会に出場するなど数多くの実績を残す。2年時に千賀の裏部屋を見学した際に、千賀の裏からは、相撲に入ったらいっぱいご飯は食べられるし、勉強もしなくていいんだ。相撲だけ一生懸命やればいいのだから、休みもちゃんとあるしと口説かれたという。ところが、 中学3年時に両親が離婚し、一旦母親の母国であるフィリピンいろいろ市に転居せざるを得なくなり、結局地元の中学校を卒業するまでいろいろ市で過ごす運びとなった。2006年5月に帰国した後、親孝行をした一心で、千賀の裏部屋に入門し、2006年7月場所において初土俵を踏む。稽古熱心で体格にも恵まれ、 力強い押し相撲を武器としてその後は順調に番付を上げていった。2008年5月場所に幕下に昇進してから勢いがやや停滞していたものの自己最高位となる東幕下9枚目で迎えた2010年7月場所では4勝3敗と勝ち越し、同年9月場所でも東幕下3枚目で5勝2敗と勝ち越し、翌11月場所で 新十両へ昇進した。高安と共に、初の平成生まれの関取力士となった。十両昇進時、目標を達成できてよかったと声を弾ませ、千賀の裏は、嬉しいの一言。第一関門を乗り越えたとコメント。そして、スの山は、出足を生かして、一変に前を出る相撲でまず勝ち越したい。先に行けるように頑張ると今後の抱負を話した。 2011年1月場所では、初日から5連勝と好調だったが、6日目の朝、稽古中に、右足関節外側人体損傷という重傷を負った。その日は強行出場して、柿添えに勝って6連勝としたものの、中日の大道線で怪我を悪化させてしまい、9日目から休場、その後11日目に再出場して、玉野島に勝って、勝ち越しを果たした後、 14日目から再び休場し、この場所を8勝5敗2球の成績で終えた。同年5月技量審査場所では9勝を6敗と前場所に続いて勝ち越した。東十両筆頭に番付を上げた7月場所では11勝4敗の高成績を上げて優勝決定戦まで進出したものの優勝決定戦では妙義流に敗れて十両優勝はならなかった。翌、 9月場所では、新入幕を果たして東前頭9枚目と、自己最高位を大きく更新したものの、その場所の4日目に、土地の和歌との取り組みで立ち合いからの付き合いの中で、バランスを崩してしまい、古傷の右足とは、反対側の左足に、関節外側人体損傷という重傷をまたもい、翌5日目からは休場した。治療に専念するも十分な稽古ができず、翌、 11月場所では、医師からは休場した方がいいと進言されたものの、強行出場し、12日目まで7勝5敗と勝ち越しを、目前としながらも13日目から3連敗して7勝8敗と、負け越した。2012年1月場所でも6勝9敗と負け越して、しまったが、続く3月場所では10勝5敗と4場所ぶりとなる、勝ち越しを果たした。翌、 5月場所でも9勝6敗と勝ち越しを決め、翌7月場所において再入幕を果たした。その7月場所では11勝4敗という好成績を上げて初の関東賞を受賞した。その後2012年9月場所を最後に5場所連続で負け越すなど不調続きであったが、心臓病の疑いが晴れた影響からか、2013年9月場所は、 先週楽で勝ち越しを収める、久々の活躍を見せた。続く11月場所は、初日から後連勝したものの、9日目に、千代大流戦で右膝を痛めたことが原因で11日目から、休場となった。2014年1月場所は12日目から、休勤相撲を4連敗して7勝8敗に終わるも、よく、3月場所は、名目上正置となる。 西前頭14枚目の地位を与えられた。東前頭13枚目で迎えた2014年、5月場所は11日目に負け越しを確定させて、最終的に4勝11敗の大敗を喫し、これにより丸2年守り続けた幕内の座には彼を告げることとなった。陥落した7月場所では、右膝脱球など3箇所の怪我の影響で5勝10敗と大敗。はじめは幹部を冷やして、 炎症を抑える保存療法を受けたが、本来の爆発力がなくなり、すり足ができなくなったことから、場所後の夏巡業を休場して、手術に踏み切った。手術により9月場所は、初日から休場することになったが、7日目から出場して一生をあげた。しかし、11日目から再休場したため、11月場所では幕下に陥落。西幕下5枚目の地位で迎えた翌。 11月場所は7番相撲で勝ち越して4勝3敗の成績を収めて2015年1月場所では重量に返り咲くことが番付編成会議にて決定された。しかしその後も不審で7月場所から2場所を連続で全休し11月場所では3段目に降格した。2016年3月場所は上2段の地位で土俵に復帰した。 三段目に復帰した五月場所は途中休場、場所後の6月5日に、千賀の裏部屋所属の力士らが関係する交通事故があり、部屋の公式サイトによるとマスの山はこの事故で軽傷を負っている。その後も休場を続け、同年、九月場所では2012年五月場所の旅行以来、幕内経験者では昭和以降二人目の序の口陥落を経験した。 この場所で土俵に復帰し、7戦全勝で、序の口優勝を果たした。優勝を決めた、マスの山は、まだ足がついていかない状態です。立ち合いに力が入らない時があります。しっかり直さないと、上でやっていけないと思いますと語った。格段優勝のインタビューでは、どの地位でも土俵に戻ってくることができて、嬉しいです。長く休んでいても声援を受けて、 忘れられていないと思いました。と答えていた。場所後の秋巡業捜査場所ではご当地力士ということもあって、当時序の口力士であり出場していなかったにも、かかわらず、マスノ山参考と書かれた自身の登りが白鵬と春馬富士の登りの間に建てられていた。2017年7月場所から、湖名をマスノ山に改名。改名場所は7000前哨で、 ジョニガンの優勝決定戦に進出したが、遠鵬に敗れて、ジョニガン優勝はできなかった。2018年は腰痛に悩まされることになり、精密検査の結果、黄色人体国家症を発症していることが判明した。このため、6月に手術を受け、直後の7月場所は入院中のため全休となった。8月に退院したため、9月場所で本場所の土俵に復帰した。 2020年11月26日、所属する地下の浦部屋が、師匠の名跡変更で時は山部屋へ解消されたことに伴い、時は山部屋所属になった。2021年1月場所を途中休場して、以降は休場が続き、同年5月場所の13日目に現役引退を発表した。引退の五六年前に後立人体国家賞と診断され、稽古も 満足にできず、歩く時に強く、痺れが出ていた。今年1月に入院してリハビリ中だったが、腰痛の影響で回しも締められないことが引退の要因となった。かつて1 8 0キログラム近くあった体重は、引退時点で 120kg 台まで減少。なお引退を発表した5月場所の番付では、本人の希望によりし古名を、関取時代の松の山に戻していた。 5月22日に行われた引退会見では思い出の取り組みとして2012年9月場所千秋楽の高安戦を挙げた。今後は教会には残らず、しばらくは体の治療に専念する以降、2010年10月、医師に肺が人より小さいと忠告されている。東京都の病院でエコー検査を受け、心房中核欠損の疑いがあると診断されている。 そのため、取り組み後は激しく、息を切らせている様子が確認できる。小学校の相撲クラブでは2番取っただけでヘトヘトになり、指導者に、どうしてこれくらいで息が上がるんだと叱られたこともあるが、本当にきついんだけどなと思いつつ、みんなも同じくらい苦しいんだからと自分に言い聞かせていた。自身も、原因で、スタミナが一般人の半分か、それ以下だそうですと認めている。 過呼吸になるため激しいぶつかり稽古ができず、咳取り相手の申し合い3、4番続けば限界という体質であるが、50メートルプールを歩く、トレーニングを欠かさない。2013年5月場所あたりまでは稽古場に酸素ボンベが欠かせなかった。発覚したらすぐに手術をすべきではという意見も聞かれたが、2012年11月8日、 放送文の報道ステーションではリポーターを務めていた松岡修造が治療に踏み切れない理由について病名が確定しないことやあまり方と生活が違うこと、時間がもったいないと本人が語っていたことを明かした。また前述のように腰痛持ちであるが師匠を通じ現役時代に腰痛で悩んだ八角親方から腰の運動を教わったことが天気になった。自身も 自分の体のことは自分で気をつけないといけないと体調管理の必要性を痛感したという。後に心房中核欠損の疑いは腫れ、スタミナ難の原因は呼吸法に問題がある。と分析された。実際に2013年11月場所からは2回吸って1回吐いたり、1回吸って2回吐いたりと呼吸法に工夫を凝らすようになった。 そのスタミナ難は年月を経て徐々に改善されており、2014年7月頃には、稽古場に酸素ボンベを用意する必要がなくなったという。他にも、相撲2012年1月号75ページには、大きな上半身の割には、足が細く、特に足首が細いのが気がかり、と紹介されており、足腰の怪我にも悩まされがちであった。ありがとうございます。